こんにちは、ゴッドファーザーです。株に興味を持って取り組む方多いんですけども、その目的っていうかね、株で一山当てたらどんな暮らしをしたいのかなっていうふうな夢の話をしてもいいのかなと思うんですよ。まあ例えば株なり投資なり FX で儲けたなと思ったら、こう家をね買い替えて新しいのをするとか、ローンを全部払っちゃうとかね、それからまあ50万円ぐらいのスーツをオーダーメイドしてみるとかね、もちろん車を買い替えるもいいと思いますし、まあ逆にですね、完全に専業になるから、もう連休を取ってね、ちょっとこう見聞を広めるために旅に行ってみるとか、なんかいろいろあるのかなと思うんですけども、そういうなんかね、自分のこのノウハウが身についたらどんなことをしたいかっていうのも大いにモチベーションに関係あると思うんですよ。で、なんかね、ある行政書士の方が、自分が行政書士になったらね、なんですか、駐車場の許可証の代行とかね、それから行政文書のこう記入代行とかいろいろやりこなす中で、年収1億円ぐらいを狙ってみたいなと、そういうふうにして行政書士で年収1億っていうのを狙ってみたいなっていうふうなね、モチベートをして、まあ行政書士の試験に合格したみたいな方がいらっしゃったんですけども、その後どうなったかは知らないんですけどね、なんかその夢が叶ったらどうするみたいな、そんなのがね、なんかこう喋ってるといいみたいなんですよ。でそもそもその株っていうのは目的でなくて手段だと思うんですよね。お金を稼ぐ手段、そういうふうに割り切っていくと、じゃあ稼いだとどうするんですかと、じゃあそれについてはいくらいるんですかってことになってくるんで、いろいろと目標が明確になるのかなと思うんですけども、まあその辺どうかなっていうのがあったらね、たまに話してもいいんじゃないですか。もちろん株が上手に儲けれるようになったら、あなたはどんなことしたいんですかっていうふうな視聴者さんへの問いかけでもいいですし、私はこういうふうに思ってますとかね、でいくらいくら稼いだらこれをしたい、もっと稼いだらこれをしたい、もっともっと稼いだらこれをしたいとかね、で、障害資産どのぐらい作ったら株をやめて、なんかね、単なる消費者として暮らすのかみたいなこともあると思いますし、どうですかね、そういうふうな、なんか夢を叶えたらどうして生きようかなみたいな、そんな話もできたらいいんじゃないかなと思いました。それでは失礼します。いってらっしゃい。